結局武器は変わったの二人して。俺は変わってない。これライトボーン。あらあら、あのハッツンが ライトのボーガンだけは家の敷居をまたがせねえと言ってた、あのハッツンが。やっぱ一人二人の方が強いの、相手とか敵の体力。いや変わる、一人二人四人で変わる。ああ、3人が大損。3人が大損、うん、しゃあ。この前ぶりやから操作忘れてるかもしれない。ああって言ってないですね、うん、これがアルバトリオか。凄まじい力を秘めているな。魔物の力を抑え込まないと。ちょっと薬を飲んでられない。属性武器で攻撃すればアルバトリオンの力を抑えられそうです。属性武器だと力の抑制はできなさそう。気をつけてくれ。うわ、振り向けや。振り向かんのかーい。誰に向けブレスしとんじゃ。ダメ。あは、ヘッドセットが外れる。先に当たる前にダメージ。そこの時点。ことなかったです。待てやこらー。みたいに言うな。待てやこら、しかし俺と追いかけてる。追いかける、助かりで道とかしたんだけど。あはっ、出るか。あっちゃー、だっだっだっだ。いた。無理にした。一緒やー。ああ腕じゃねえ。ああ。やって、待て待て。あれでで待ててるっつうの。いややめやめ。あかこのゲーム。やっぱアルバトビがアルバを一番耐えてる。攻撃的にまだスキルがいいとか。まあ、人気はいいけど。奴の戦。鉄板かどうかやな。姿勢が変化したのか。属性値が。まさか、角が属性制御の役割を。角の破壊を狙え。チャンスは今しかない。でも毒性ってどっか諦めに行かんじゃなかった。おまた飛びやがった。でもなんか今日はまあまあ当たってる。おお、あれ寝た。いいね、お願いしますよ。ワクワクボムタイム。ボムバックハム久しぶりなんですけど、そしていろいろ押してきてちょっと怖いんですけど。オッケー。外した。あれ外した。あれ。よし。
久しぶりすぎてもうダメやん。強化レベル。お、爪拾った。え、爪壊れてるの？まだよね。落とし物、落とし物。あ、じゃあじゃあじゃあ、雷忙しいよ。爆発忙しいね。頭下ろしなさいよ。はいはい。あはは、ちょっと待って、生きてる。おいった、いった。そして凍らされる。やべやべやべ、生きてる。今日なんかで決まる。ああ、言ったって感じ。よっしゃ。おお、効率性効果できない。一応勝手に伸びるやつも耐えれるよね、これで。出た、ハメハメ。お、助かった。来た来た来た。強力な攻撃が来るぞ。回復の準備をしろ。兄ちゃん間に合うの？あ、うん、うん、だいぶ。ガブ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 。ナイスジャーキー。いけた、いけた。ナイスナイスジャーキュー。お、あっちゅう。やばい、油断した。やばい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 。うわお、クルムケア。お、読んだけど痛かった。生きてる。んん、うわぁ、無理無理無理。うわぁ、生きてる。あ、死んだふり死んだふり、今のは死んだふり。あー、ちょっと無理無理。あ、ちょっとちょっとちょー。お供に、お供のあれだ、つけつけだよ。あー、一回ポッキーになってことね。そうそうそう。ナフに行っていただけた。もう調合とかも久しぶりやで。一回いっぱい行けます。うん、うん、うん。ずるい、今スレイしたっしょこいつ。今めっちゃ殴るチャンスだったのに、チキショなんとかやられるのかんじゃないの。あ、あ、いいよ、いいよ。死んだふり。おっ、おっ、いじったね。よっしゃ、うん、あ、あ、当たった。あ、それ当たらんし。今までで消えればもう完全ドリームやったな。何攻撃？雷？ここはジャンプできそう、ジャンプできそう。バッチョーパッカーン、胸だったね。うわー、これきついよ、範囲攻撃かい。あ、ピョッタ、おーい、ミルキーされてる。
ってこい。ずるいよな、足元の突進じゃねえのに食らうもんね。発砲は全身に当ててるんだね。いい感じ。お、天人出たよ。やべ、落ちた。怖い、いい感じで終わるんだ。一応頑張ろうか。よいしょ。よっしゃ、振り向け。あ、振り向かん。振り向かんどころか、一発であれが剥がれちゃった。怒ってんのか、こいつ。わわわわ、どういうこと。クロスカウント。しかしチャンス、いない。よいしょ。うわー、三方向。生きてる、生きる、まだ生きてる、生きる、生きる。怒ってんのか怒ってねえのかが分かんねえな。ずるいよな、硬直中に突進合わせるのはちょっと。あれずるいよ。うわー、見えん。2回目ちょっと無理やで。あー、やばい。はあ、強力な攻撃が来るぞ。回復の強力な攻撃が来るぞ。ジャキジャキ。やった、俺が生き残った。ナイスジャナイスジャーキーおじさん。同等してなかった。ああ、ライト砲丸とは言えば。そして俺もピョってる。ナイス。あんなピョって俺ピョる割ないよね。なんで一発目でピョってんだろう。2回目食らってない。もう3回ピョってるよねこれ。うん、ギュピョリッチが半端なく高いってことなんやろうね。あ、でもまあ生き残れたからいけるわ。弱体はライト妨害と楽ない。なんで角壊しやすいってこと。まあ、もう属性とかで貫通弾がすげえ入る感じです。じゃあ意外とダメージ取れてるってことない。ダメージは逆に取れないんですよ。え、妨害属性値全振りやから弱体、弱体は。破壊が弱体化にすげえ特化してるって。特化してるから、四段目には特化してないんで、やっぱ時間かかるんですよね。研究所に報告してくる。兄ちゃんが頑張るしかない。そうそう、そこはアタッカーに任せる。うん、困りましたな。まず、やりつんつんおじさんもいいのかな。耐えれるかな、回復が。そうね、今回は狙われてないけど、もう狙われたらほぼほぼ死んでたんや。そうそう、もう回避ガン済みでステップで避けていかんと。あれ立ちぶんぶんおじさんの方がいい。立ちと双剣は結構いいらしい。全部当て身で返せるから。当て身ができねえんだよな俺立ち。当て身があるんだ。あれが強いらしい。攻撃が早いじゃないんだ。いや、ハンマーもフリーの遅さがためがねえって感じで。ちょっと待って、保証、飯の保証をちょっと調べる。貯める時間分頭逃げられてるって感じやから。動き分かってる。ここで貯めさんするんでしょみたいな。する。貯めるんでしょ。2でいいとか妥協するんでしょ。しますよ。はい、残念。はい、ステップ高速バックダッシュからのブレス生きてるならもう一回。今回初めてですか、戻り玉禁止っていう。あ、そうやったね。
補充させられんからガンナーは弾尽きたらやることになる。通常弾1だけで。そうそうそう。もう死んだ方が早い。死んで弾補充しないから。でも俺が本当まだ一人でオフラインでモンハンやってる時のモンハン時かな。あの素材集めに火山行って、素材集めが通常弾1しか持ってなかった時にあのバサルモスが出てきた時にどうしようかなとか思いながら35分ぐらいかけて倒したっていう。弾がねえしなとか。なんか開拓旅自宅を6つセットするといいって書いてる。セット旅自宅1個ない、素材が取ってないやつがある。サクッといけるならいっちゃえば。やばいか、あんじゃねえの、他の自宅とか。あの食事を選ぶときになんかその勇敢とかなんかね、なんかいろいろ好き、うん、これで旅自宅が6つでいいらしいんだけど、なんか能力増えなさそうだからあんまよくねえよ。酒6つって絶対酔っ払ってろくなやつじゃない。調子はいかがですか。悪いスキルのはずですから。よっしゃ、ラスト泣きの一回、死に泣きの一回。まあ俺天輪とか持って帰ってるか、別にホクホクよ。待って、天輪外れる。あ、これ外れっか。こいつの全部天輪やったな。そうやそうや、うん、あ、そうなんや。なんとか玉っていうのを多分出さそうや、はい、普通の鱗や。そう、激輪とかなんやな、全部文章が。こいつの鱗普通の全部激輪なんや。で、もう一個上が天輪なんだよ。もうみんな一瞬喜ばせるためだけのネーミングになってる。そう、これは天輪出たーって。天輪じゃ戻っちゃおっかなーって。尻尾切断で、あの戻り玉で帰るパターンが結構いいって書いてある。なんで、うん、天輪狙い、尻尾で、ね、尻尾狙い、あの玉狙い、玉狙い、うん、玉狙い、そこだけならまだ楽ないね。うん、素材集めは割と楽っぽいですけど、ね、で、それで装備作って改めて倒そうって話。討伐王って。あ、俺アイテム補充してねえ。ちょっと待って。しまった、戻り玉なし。どうしよう。あ、でもクエストリセットある、あれ選べるよ。ほんと、サクッと死んじゃうパターン。これがアルバトリオか。リセット、凄まじい力を秘めているな。この力をリセット。急いで選ばないと時期に開幕ブレス早い。戻り玉ダメでもこれ帰れるってなんやねんって感じで。帰るんかい。いや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 、補充も負けた時点で補充してくねえかな。補充せずに出発しちゃう。エンドレス。それはもうね、簡単補充セットコースをお買いいただければ。サポートコース。うん。あ、ランダムで保証報酬、あ、報酬保険か。報酬はいらんよな、保険。報酬が減らない。それいらんよ。天輪になります。
アルバトリオンか凄まじい力を秘めている。この力を抑え込まないと。うわ、頭振るの早っ。マジか今の。力の抑えはできなさそうだ。気をつけて。おう。一振りしたらもう頭ないもん。 なんだこの光ってなんやな。有効な属性が分かるはずだ。おお、マジか今の。消えたレベルやった。うん、いないってやつだった。おお、一緒だった。 あいちゅう。よっしゃ、当たった。飛んだ、おざ。 シコロ探そう。あるじゃん。シコロあるけど、お前これドロドロのとこやん。よいしょ。あっちゅ。これ三方向避けにくいな。 うわ、近寄れへんやんけ。こんなとこで回ってしもった。 出たー。まさか角が特定制御の役割を。角の破壊を狙え。チャンスは今しかない。チャンスは今しかない。うへ。半分半分。やばい。 なんか当たったな。<笑>あら、寝た。なんかいつもこの変なタイミングで寝るよな。よくねえな。絶妙なんやろな。とはいえ、あみ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 あ
うわ、減る。死んだ、嘘、そんな即死、なんかあったっけ今。敵見し、完璧見しゃれて、あった、危ない、3号が危ない、転がってた、死んでた、あはは、欲しい、タクを仕掛けんなや。やばい、弱体ができとらんし。外す弱体か、外した、この2人とはまた別なんで、これなんとかしてくぐりてんやけどな。
それであんだけ頑張って弾を当てないよっしゃ割れた割れた、ツモおー、よー、みんな割れ形としてやってたんだよ。危ない危ない危ない同じ方向に出たら殺すって言ったな。来たきたよ。もぐもぐジャーキータイムとかもぐ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 はい。おっとっとアルバトリオンの属性が変化。乗れた瞬間吹っ飛ばされた。どういうことよ。嘘やん今の。ん？どういうこと？よっしゃ、あーずれた。出た、はめはめ、やばい。絶妙に突進つかせる場所あるな。これを急に正面にいたんだろうな、ハンマーは。当たった、一応その場に、うん、当たった、おぉ よいしょ、わぁ食らってる全回転ブレたんのか、こいつ、危ねえな。よっしゃ、おぉよいしょー、よいしょー、はい、どんつく、どんつく。よいしょー、おいつか、フルコンボ打ち込む前に立ち上がるんやな、このバカ。ピュラ変なやこんだけ優しい。大粉塵、大粉塵。うわぁ、見えんかった。今の食らった？当たってたっぽいけどな。あ、外れたっぽいけどな。大爆発でしょ。近づくチャンスないやないの。お、あ、ダメや、回せんかった。よいしょ。意外と。根元安全ちゃうんか作戦。ハチュー！甘かなかった。マジ違うやろ。ああもうこのこのビシャビシャじゃない。根元安全かもしれない。早くクリアされてるやろ。あの。ああだね。あしまった。おおよかった。よく受けれたね、今の今の勝ってたんだけど着地点やったの。なになに飛ぶんかーい。チキショー。
カーブレスするんかい。雷かい。やばい。見てるんかい。よいしょ。やべえ。ここでいいやろ。うおぉ、あんなカメラ追えねえですよ。ひょってんじゃねえか。あ、そうそうそう、回復ちゃん、回復ちゃん、ピローン。そこに増えて当ててくるかと。何やるの、当ててるの。うわ、雷、わからんわからんわからん。なになに、出たー。よしよしよし、わーい、やいのやいの、今走れ。うーん、それで2回目の出したかもできたと。今回のターンで、あ、毎回出したかもないと間に合わない。今日はまた弱体化させたら強いぞ。強力な攻撃が来るぞ。よいしょ、4回復の準備をしろ。スーパーモグモグタイム、ハッツンノットしてる。あ、ヨンしてるしてる。モグ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 、イエース。おぉ、アステラじゃん。アルバトリオでも、もうグレートが好きそうです。おじさん結局そうなの。あ、でも強力出した。あ、外したろ。見なかったことにしといて。あれ決まれば、まあ、あまたどうやったらやるな。つか見なかったことにして見なかったことにしてもらえないか。見なかったことにしてもらえないか。ん？ん？ポロポロポロ？目の前の氷？あ、こいつ怒ってないのかな。うーわー、もう乗る暇がねえな。石ぶつけてんやけどな。その余裕がないっすわ。おっ、いや、今チャンス。あすか、いなかったことしてもらえるか。これではアルバトリオの力を抑えられません。やつを探して有効な属性を探り出すな。おいないし、頑張って食べたんだよね。おいよ、スタミナがきつい。お前近づいた瞬間にも動くのやめようよ。月ねえじゃねえ。およいしょ、およっ、あれよ、およお、いいよ、いい？暑いよ、暑いよ。あ、粉塵ねえや。すげえな、突進して電信攻撃がやべえな。そのパバージョンと、そのパバージョンと飛んでくるバージョン。ダメージ取っとけ作戦。もう頭移動中に殴ってくるでしょ。腕時間に V ならいいとかあるんかな。まあ一応柔らかくなるから発音と貫通的には得なんじゃない。
まあ、2回ブレスとかやめようよ。ぱっちゅう。こんな時は、あ、熱い熱い。でも場所変わってるし。氷かい、もう暑いんか寒いんかわかんねえじゃん。すっぱらこれはもう。まあ今のはそんな気がした。暴れるなあ、暴れ倒すなあこいつなあ。怒ってんのかな、怒ってないのかわからんな。海外行ったか、犯罪行為。隙がねえ、ブレスナット突進するモードられたら、わお出たー、見え見え見え、氷で見えんぞ。あ、嘘でしょ、ここでやんの。もう邪気ないよ、邪気あと1個しかないよ。あー減る、はい、してなかったな。弱体化早かったってことか。あ、そういうこと。もう一回またして、ずっとしてくんのこのパターン。そうそう、属性武器の攻撃でアルマトリオの力を抑えられれば。今ので全部リセットになる。これやば、無理じゃね。あ、でまたピオリを誘い直されたんだよ最初から。はい、属性特性弾を奪わんって属性値弾。めんどくせえ、これ無理でしょこのゲーム。結構きついな、マルチやと弾足りんわ。国境食事券使うね。あえて。兄ちゃんはそんな攻撃、まあまあ、ちょっと使うかなったけど、そんな使ってたわけじゃないけどな。2回はやっぱ使わないと怖いからな。よいしょ。ジャーキーも補充できたの？うん、全部補充した。目の前かーい。ジャーキー職人がいいんだよ。出たー、もうほんと好きねえな。これ3回攻撃ってこと。やべ、ハツン、ハツン、ハツン、ガチコ、ハツン、ガチ殺しや。あ、びっくりした。今のブレスでしょ、胴体こ…あーくそー、ごめん。これで転がる方向間違えたらもう死ぬな、その縦ラインだから。前しかなかったね、今の。ちょっと見て避けるって感じ。前ってアルファトリオの方だから勇気いるわな。攻めた方が、攻める方に避けた方が無理や、うん、無理や。これは、うん、慣れやわ。ひどい。それかハンマー以外の武器、本当に何、やっぱ太刀か分からん。そこはちょっと反撃のタイミング決まってるっぽい。この後タメさんが入る。まさかの兄ちゃんは、俺がよくわかんないけど当て身の練習をする時期。急に立ち持ち上げる。ござるい、ござる。でござる。毒立ちはあんだよ。でもあの氷立ちがねえんだよな。まあ用事出し終わるか。はい、じゃあね。まあ、うん。ほいほい。2回耐えたしね。